listening to Shibuya Cross FM。 さあ始まりました。あ、もう始まってるんです。始まってるんじゃないですか。始まってますよ。始まってる。あ、ほら、じゃあせーのでさ、タイトル言うやつです。行きましょう。はい、行きましょう。せーの、マネトーク豆乳さんの元気を投入するラジオ。今日もよろしくお願いします。オープニングから相変わらず2回目ですよ、大丈夫ですか。緊張する。まだすいません。でもあっちからなんかこう指示いただいてるんですよね、多分。ええ、私が見えてないだけですよね。ただ、ああ、そうですね。すいません、マイクも入ってないもので、はい、失礼いたしました。2回目でございますけれども。2回目でよろしくお願いいたします。いやー、今日もね、雨が、東京雨降ってますけど。雨ですよ。でも、こうして、スタジオの前には、集まってくださってます。ありがとうございます。なんか今日は、うちわがいっぱい出てますね。すごーい。これ、自宅のものも。嬉しいです、ありがとうございます。私が恥ずかしくなるようなうちわを持っている方が大きなビッグ豆乳うちわも、まあ、でもね、豆乳さんとエイリーの写真、はい、そう、いや嬉しい。本当に申し訳ございません。ありがとうございます。いや、そんなこんなで始まりましたけど、今日も豆乳くんの、あ、豆乳さんの、ごめんなさい、はい、豆乳さんの豆乳さんのね自己紹介からなんだっけ。私、スタートしていきましょう、はい、誰が呼んだか知らないが呼ばれなくてもやってくるご当地キャラ界のリーサルウェポン豆乳さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そしてアシスタントを務めさせていただきます、シンガーソングライターのエイリーと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。しましたね、2回目ね、迎えられるかどうか不安だったんですよ。えもしかして、いや、前回結構私たちのね、はい、息の合わなさ具合が話題になりました、うん、はい、広かったじゃないですか。開催されてよかった。呼ばれてよかった。私また、ね、本当に、いや本当に私もね続けられてよかったと思います。いやエイリーはすごいね、好評だったんですよ。その後あのお便りとか、うん、番組のねスポンサーからも、あの子いいじゃない、いやもうどこで見つけてきたのよ、おかげさまで、いや感じだったのよ。おかげさまでございます。ありがたいですね、うん、本当にありがとうございます。今日も楽しくやっていけたらと、はい、番組乗っ取られないように気をつけます。しかも今日はゲストの方がなんとも豪華なバブリーな、すごいですね、方がいらっしゃってるということで、 あれですね、私ゲストの方板付きだと思ってたんですけれども、はい、主役は遅れてやってくるということで今日のテーマは何でしょう。本日のテーマ、ドドン、私のバブリーな話。今日のゲストに持ってこいの。はい、なんかありますか。 お便りをね募集させてもらって、今回もたくさんお便りいただきました。ありがとうございます。全部読みましょう。いっちゃいましょう、はい、1通目ね、はい、豆乳さん、エリさん、こんにちは。こんにちは。あっという間に第2回目ですね。第1回目はリアタイで少ししか聞けなかったのでアーカイブで拝見しました。そう、アーカイブもあるんですよね。アーカイブ上がってます。恥ずかしくて私も見てらんなかった。私も見てた。はい、多くの方が笑顔になれる番組、これからも期待しています。しっかり会社の宣伝もしていただきありがとうございます。会社の宣伝、あら、なんでしょう。あれ、もしかして、まあ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 、今回も観覧お邪魔できませんでしたが、観覧行けた時は遅めのランチでも行こうね。はい。そして今回のテーマは私のバブリーな話ですが、豆乳さんには私が会長を務める横浜ソフトテニス協会の応援マスコットにも就任してもらっております。はい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 、お世話になっております。あれれれ、練習会に来てくれる小中学生にプレゼント用に豆乳さんマスコットをまとめ買いしたことがあるよっていうお便りでした。はい、バブリーですね。スポンサーのうつきケーキのうつき社長じゃないですか。うつき社長のありがとうにお便りありがとうにございます。うつき社長ありがとうございます。そう、ぬいぐるみをね、ちっちゃいぬいぐるみなんですけれども、100個ぐらいかな、ちょっと買っていただいて、すごい、本当どれだけ助けられてるか。中高生も大喜びでしたでしょうね。ありがとうにございます。皆さん、船を作るときはぜひね、うつきケーキにご相談ください。相談ください。そんなスポンサーさんの話が出てきましたので、はい、ここでスポンサーコールさせていただきたいと思います。はいはい、食べる、話す、そしてよく笑う、これが私たちの願いです。高知県細川歯科医院、そして船舶の安全運航から世界の暮らしを支え、多様化するニーズに技術と信頼でお応えするうつきケーキ、この
発でスポンサーはい、2社来ていただいております、はい、ありがとうにございます。ありがとうございます。スポンサーさんのおかげで、おかげさまでございます、我々がラジオができるということで、はい、ありがとうございます。ありがとうにございます。そんなうつきケーキの社長さんからのお便りだったということですね。はい、もうありがたいですね。嬉しい。これからもいっぱいグッズ買ってください。よろしくお願いします。伝わってるといいですね。もうゲスト呼ぼうよ。さあ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 、もう少しでもゲストに今日はね、今日はゲストにいっぱい話してもらいたいから。そうです今日は、豪華なゲストをお呼びしております。豆乳さんから呼んでくださいますか。それでは、はい、お越しいただきましょう。はい、ジュリアナのたたりいやー、新体制ですね、この3人。新体制、イメージ5名のイメージだったんですけれども、うんうん、はい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 、で 5人入れないかなと思って、今日はバブリーな話ということですね。麻布さんを連れてきましたよ。麻布、はい、さんはバブリーな話を、まあまあまあ、まあ、バブリーな話があるんですけど、まあちょっと自己紹介させてください、うんうん、ということで、はい、ジュリアナのたたりのリーダーで作詞作曲、してます、ドラムの江夏彩です。ボーカルの冠城蓮です。はい、我々が、令和にバブルを呼び起こすビートたけしさん命名のバンド、ジュリアナのたたりと、そのまんまたたりです。せーの、バブリー。やったー。うわ、こんな1メートル先でバブリーやってくれてる。はい、ということで嬉しい。しかもなんかもう回されてる。いやいや、回してるんです。マジさんがもう、ま、完璧なオーラに、あれだっていうんで、新しい番組始めたっていうんで駆けつけてきましたよ、ね、いや、ほんとはもうありがとう。本当にこんな番組なんで来てくれたんですか、逆に。じゃあ帰りますか。いや、ちょっと、いや、ほんと、私はちょっとダメ元で声かけてみようぐらいな気持ちだったんですよ。あ、そうなんですか。そう、そしたら、もう来ていただけるっていう、うん、ことで、本当に何考えてんのかなと思ったんですよ。あ、いや、なんかダメ元だったんですか。ダメ元じゃあ断ればよかった。ちゃそうじゃなくて、はいはい、ダメ元だけど、やっぱ来てくれたらすごいハッピーなんで、はいはい、全然いつも仲良くしてもらってるんで遊びに来ました。いや、本当ありがとうにございます。よろしくお願いします。去年初めて、そのジュリアナさんを見て、はいはいはい、去年の夏じゃないか、夏、そう、でも夏ぐらいですよね、なんか。そう、富士急ハイランドで、はいはいはい、ステージでやってらっしゃるのを見て、いやー、あれ衝撃でしたね。あの、ゆるキャラが喋るっていう。いや、ゆるキャラ喋りますよ、最近。何回見ても、このおでこで喋ってんのがマジで慣れない。何回もマイクちょっと低いんですよ。マイクもうちょっと上なんですよね。向けるとき絶対下に向けちゃうよね、その口の部分にね。そうなんですよ。ここにももう一個口もつけといてもらっていいですか。なんかマイクここみたいな印でね。そう、いや、でも結構最近喋るゆるキャラ増えてきて、はい、あ、そうなんですか。ふなっしー以降、はい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 、やっぱり個人でやってるキャラって、うん、一人でいろいろやらなくちゃいけないから喋らざるを得ないんですよ。ああ、なるほどね。そういうなんかちょっと大人の事情的な。やむを得ず喋るんですよ。やむを得ず喋ってるんですね。そうなんですよ。本当は喋りたくないです。あ、喋りたくないんですか。喋りたくないですよ。あ、じゃあその身振り手振りだけで実際はいけるってこと。ん、だからしゃべんなくていいよって。例えば僕はマネージャーになりますと、豆乳さんのマネージャーになりますと、はいはい、なったら、じゃあもう身振り手振りだけで全部もう完結できるかっていうことですね。これラジオ番組なんて喋ってもらっていいですか。今とにかく一生懸命ボディーランゲージしてましたけど、いや、やだな、なんか。あれ、あれですよ、うん、ね、はい、本当にアテンドの技量次第ですよね。ゆるキャラが輝けるか。あ、なるほどね。まあアテンド次第でっていう感じなんですね。そうなんですよ。まあだ、そうですよね。でもゆるキャラって結構だ、アテンドする人大事ですよね。そうなんですよ。私はだから、その素敵な相方を見つけることができなかったので、うん、今十数年一人でやってます。はいはい、あ、じゃあ相方募集中。相方を募集しましょうか。募集されてます。いやいや、どうですか。ね、この場、このラジオっていうところ、ここ今日は相方でさせていただきますけれども、はい、まあ、まだまだ2回目ということで、はい、まだ私も豆乳くんもちょっとドキドキしております。すごいですね。今日はちなみにそれずっと気になってたんだけど、はい、豆乳さんなの、豆乳くんなの。豆乳さんです。私、はいはい、1年ちょい前に豆乳くんから豆乳さんに改名したんですよ。あ、豆乳くんだったんだ。そう、豆乳くん時代の友達で。あ、そうなんですね。そう、なるほど。改名してから久しぶりに会ったから、うん、それまだそれが抜けてる。何きっかけなんですか、くんからさんになった。
なんか、うん、豆乳くんって、まあ、男の子じゃないですか、くんだから、うんうん、だから男の子って思われるのが嫌で、なんかその、はい、性別がどうこう言われるのがすごく嫌で、あー、わかる、わかる、私もそれわかるよ。男とか女とかどうでもいいじゃん、思うでしょ。どうでもいいよね、私もそう思う。え、カブラギさんですら思うんでしょ。思う。私、勘違いされるもんね、男と女がね。カブラギさんも、だからその、うん、性別を超越して、うん、来てるんで、うん、だから最近僕はカブラギ先生って呼んでるんですけど、バカにしてんだもんだって。先生はバカにしてるよね。いや、でも先生いいと思うよ。なんで先生、え、嫌なの先生。だって、私のお父さん酔っ払ってるよ、先生って言ってくるもん。そういうノリでしょ。だから先生、先生がいいかなと思ってね。あ、だ、まあ、だ、性別をね、あんまりどうこう言われたくなくて、豆乳さんに変えたっていうのはあるんですけど、でも、冠城さんは、性別だけじゃなくて、その年齢も超越してますよね。今おいくつでしたっけ。98ですよ。まあだからこれはね、本当にね、その神主なんですよ、はいはい、リアルに神主で、うん、で神社、あの中富の鎌足の子孫なんですよ、うん、中富の鎌足の子孫、うんうん、知ってますか。知ってますよ、もちろん。私会ったことないんですけど、もう教科書何回も見ますよね。え、な、何やってる。中富の鎌足は、うん、知らないな。はい、エイリー知ってんのかと思った。教えていただいてもいいですか。私も知りません。あらいや、一番最初会った時もそうだったんですけど、長富の鎌足は大化の改新じゃないですか。まあ、そうなの。知らない。だってもう、まあ、小学校ぐらい以来よ、そんな鎌足って聞いたの。やばいよ、みんな。小学校、中学校で必ず習うじゃないですか。習った、習った、うん、で、その、それだよねって言ったら、うん、え、大化の改新って何ですかって。あ、いやだから蘇我のイルカをさっていう話したら、え、私の先祖って人殺しなんですかっていうところから始まったんですけども。すごい面白い出会いですね、それは。まあだけど、そんな冠城さんなんですけど、これ98歳はまあ普通に設定なんですよ。あ、言っちゃっていいんだろ。なんでその設定って。いや、言っちゃっていいっていうか、だって本当に信じてる人いないでしょ。まあ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 、どう考えても。そうね、そのまあだからそのせいで、だからその鎌足の子孫とか神主とかも設定と思われがちなんで、はいはい、ここはしっかり言っとかないと、はいはいはい、そこは本当なんですよ。98歳は設定ですよ、だから。なるほどね、うん、鎌足の子孫は本当、本当、本当で、神主なのも本当。はいはいはい、本当だけど、まあ98歳は設定ですよ、カブラリさんが適当につけた。それ、言っちゃっていいの。そんな、いいっていうか、カブラリさん認めないだけで、認めないだけでね、うん、周りがそう思ってるだけでしょ、だから。そう、そういうことです。なんだ、その若さを保つ秘訣は何ですかとか聞こうと思ったのに。ただ、だからそれで言えば、だからリアルな、はい、その40歳がいますから、うん、これは設定じゃないですから、はい、アザブさんは、うんうんうん、だからそこに、だから若さ的なものはちょっとフューチャーしてもらえると。なるほど、うん、そうですね。じゃあ、もしもし、はいはいはい。寝てた。あのね、うん、ちょっと歴史の人物が何名か出てきてね、はいはいはい、ちょっと私ちょっとね、うんうん、バカがバレると思って混乱しましたよね、ちょっとあまり、うん、かまたり、いるか、なんか知ってるっていうレベルの話をねしてくださったんで、あまりにも大物すぎて。そこそんなに引っ張るところじゃないから。いやもうそれで私のキャップを超えてて、もうアザブさんっていうのがもう歴史上にいたっけなっていう。いや、いないだろ。アザブの何だったっけなと思ってたんですよ。いやいや、なんならアザブも芸名だからね。そうなの。だいたいカブラギも芸名だからね。え、そうなの。そうですよ、本名中富だからね。中富。そうだよね、はい、中富さんですよね。はい、中富さんでございます。いや、豊かなメンバーの皆様で、いや、辛いわ、もう本当に。なんか浮かれすぎちゃってて、うん、今日やるまでは、はいはい、でも楽屋でお会いした時に、あ、まずいなと思ったんですよ。おこの3人トークうますぎるなと思って。いや、めちゃくちゃトークが下手だって言われてる3人できましたからね。嘘でしょ。トークに一番ダメな3人できましたからね。だって、いや、まあ確かに、うん、芸人3人が今日いないですよ。芸人3人じゃない。芸人3人、まあ、まあ、ダンクとネルは元芸人ですよ、はい、芸人ですよね。あともう一人誰。いや、芸人さん、歯のない方。あ、矢島くんか。矢島くん。ちょんまげで。
矢島は一番バンドマンですからね、はい、言うて一番、まあ、一番でもバンド音楽歴が一番長いですから、もう見た目のインパクト一番強いのが矢島さん、まあ矢島くん入れたら矢島くんよりは喋れますけどね、ここの3人の方が。あ、そうなんですね。矢島くん喋れないですよ一番。あ、そうなんですね、うん、なんかこう今日はアーティスト担当が来て、はいはいはい、バラエティ担当はまた違うところにいらっしゃるのかなと思って。うん、そ、まあでも概ね間違ってないですよ、概ね間違ってない。そうなんですね、なんかそう、うん、矢島さんが月曜から夜更かし、はいはいはい、に出てるの見て、うん、もうあれで完全に芸人さんのイメージがついちゃってるんです。あー、なるほど。無限ポッキーですか。無限ポッキー、そう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 、こっからね。なんかでもあれしかないですからね、あいつも、うん、いやでも私この間の、うん、春節祭ご一緒させていただいて、はい、変面、あ、変面パンツパフォーマンス、はいはいはい、あれすごいです。一瞬で矢島さんの履いてるパンツがどんどん変わっていくっていう、ね、あ、はい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 、一瞬でパンツが変わる、うん、変面パフォーマンスってわかります？中国の分からない変面っていう、そう、一瞬で顔が、一瞬で顔がお面が変わっていくっていうやつなんですけど、それをパンツでやったって。パンツでやったのが、うん、はい、テレビで流れた。いや、テレビでは流れてないですよ。そんな大事になってない。ステージで、ね、ステージでやってらっしゃって。一瞬だけそのうちわで、うちわじゃ、うんうん、センスで隠して、はい、パッと離したらもう変わってる。だってあんなの矢島さん突っ立ってるだけでなんかしてないじゃん。矢島すごくないよ。からくりがあるんだな。あれは誰が考えてらっしゃるんですか。すね、あれは僕です。すごいですね、なんであんなことが思いつくのかなっていう。いや、だって変面パフォーマンスやってたじゃないですか、うん、やってましたね。だから それで盛り上がってたじゃないですか、はい、めっちゃ、はいはい、だから僕らも盛り上がりたいなと。なるほど。変面パンツ、パンツパンツでやったら面白いんじゃないかなと。いや、大受けでしたよ、うん、本当ですか。いや、すごい。あの、基本的に私、うん、4日間とも後ろから見てることが多くて、はい、うん、後ろからずっと見て、後ろから見てても面白いですもん、はい。あ、本当に良かったですよ、はい、でも後ろから全部丸見えなんですよ、隠れてないんで、うん、豆乳さんも、ね、変面できるじゃん。できますよ。確かに、うん、やったらよかった。なんなら一瞬で、うん、私も今日カブラギさんになりますからね、うん、変面、変面バレてました、うん、変面やりなよ。いや、なんかこれなんかちょっとやってると恥ずかしくなっちゃって。なんでやなんで恥ずかしくて、ちょっとあんま人に見せてないんですよね。なるほど。すごいですね。お便り読ませていただきましょうか。そうそう、読ませてもらってもよろしいでしょうか。はい、1通目、豆乳さん、エイリーさん、そして、うん、ゲストのジュリアナの畳の皆さん、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。私のバブリーな、あ、今日のですね、テーマは私のバブリーな話ということで、うん、はい、今お便りをたくさんいただいておりまして、ありがとうにございます。バブリーな話ね。そうなんです。バブリーな話、うん、はいはいはい、今いただいた匿名希望さんからいただいたお便りですが、うんうん、こちら宝くじで100万円当たった時の話です。おお、すごい、100万円。周囲には10万円当たったと嘘をつき、念願だった叙々苑で友達と特上の盛り合わせを食べ、欲しかったブランドのバッグを買い、もう全額使い果たしたというふりをしながら、それからもしばらく少しリッチなお一人様ライフを満喫していました。今では本当に全て使い果たして真面目に OL してます。お便りが来ます。でも賢いね、なんか100万円当たったって言っちゃうとさ、ちょっと分けてよみたいな感じになっちゃうけど、大金ですから、おごってよとかなっちゃうけど、10万円って言っとけばね、結構あれですか、焼肉で、あんま、その、宝くじ当たんないと食べに行かない？いや、焼肉は行くけど、叙々苑ってやっぱ特別な場所じゃない。高いから叙々苑以外あります？焼肉まあ、いや、いっぱいありますけど。ありますよ。叙々苑って別にそんな高いんですか？高いだ、あれ、一般的にはやっぱ憧れの場所ですよね、叙々苑。そんないか？叙々苑結構毎週行きます。毎週？ちょっと待って、やめな。ママ、毎週？叙々苑そんなじゃないですか。そんな、なんかめっちゃバブリーっていう。いや、めっちゃバブリーでしょ。あ、そう。毎週とか行かない、行って焼肉ライクですよ。焼肉ライク焼肉ライクの、うなずいてる、うなずいてる。そうですよね。1100円ぐらいのカルビセットが、うん、はいはいはい、週1回行ったら贅沢かなっていう感じですよ。1100円の焼肉のセットが、3人とも首をずっとかしげてらっしゃいますよ。ねえ、その豪華なんですか。豪華でしょ。ラーメンも1100円ぐらいするじゃないですか。今ラーメン、ラーメンも今高いんですよ。ラーメンバブリーになってる。チャーシューなんかトッピングできないですからね。あ、そうなの
おやおや、ちょっと次元の違う感じが出てきましたよ。でも結構言ってること普通ですよね。ブランドだと欲しかったカバン、うん、ブランドのバッグ、うん、だってブランドバッグで欲しくないカバン買うことあります？ちゃ欲しくないブランドバッグ買うことあります？そういうこと欲しいの買うでしょ普通。欲しい、まあ、もちろん欲しいの買うんだけど、うん、そういうことじゃないよね。アンサムさんと結構欲しくても手に入らないから買うんじゃない宝くじ当たって。そうですよ、うん、欲しくないブランドも買うことあります。あなたはね、あなたはね、その今この高さ順にバブリーが今表現されてますから、ここはだから一番高いのね、うん、ちょっとアザブさん、え、何？アザブさんはじゃあ週1ぐらいで全然ジョジョ園行っちゃう？ジョジョ園毎週行ってました。毎週行ってた？でもそういうこと、うん、アザブさんすごいですよ、でもバブリーですよ本当に、うん、え、ちょっとアザブさんのバブリー話を聞きたいですよ。聞きたいけど、その前にまずはちょっとドキ、うん、こんな皆さんのドキドキした感じを残しながら、はい、まずは1曲、そんなジュリアナのたたりさんの曲を1曲聴いていただきましょうか。はい、1曲目、無敵シュプレヒコールこの S を聴け、どうぞ。一緒にいたいよ、もう少し君の声が聞いてたいよ、こんなに会えないのつらいよね、ねえ、ね、どっかの国の悲惨な事件ですら僕が君と過ごす世界線じゃ何も変わらない、君と僕との問題で叶わない、ありえないくらいに好きだよ、この時間を今の僕には何よりも大切だよ、どうしてスマホばっかりしてんの、僕と過ごす時間なんじゃないの、誰にも取られたくはないよね、こんなにこんなに愛が深くても全くもって君には刺さらないし、誰かのものになるくらいならば自ら壊しちゃえ、好きで好きでしょうがなかった、お前が一番、お前が一番、発狂する、僕のハロペニドール、真っ正です泣き顔すれ可愛い、それなそれな敵に刺さる、殺傷的顔面のとこを君にシュプレヒコール、いただきましたのは無敵シュプレヒコール、この S を聞けでした。シュプレヒって何？シュプ
シュプレヒコールってこうみんなでそのデモみたいなこうみんなで何か一つのことを言うっていうことなんですね。あ、そうなんだ、はい、シュプレヒってなんだろうなってずっと思ってて今日聞いてよかった、はい、そのみんなシュプレヒコールですね。シュプレヒコール、みんなでだから一つのその言いたいことを言うみたいなことをシュプレヒコールって。でも本当にあの、うん、私はそのジュリアナさんのはい、はいステージを下から見てることが結構多くて、はい、ファンの方たちと、うん、タタラーさんですよね、はいはいはい、タタラーさんたちと一緒に、うん、一つになって同じこう振りをね、はいはい、やらせていただいて、おも楽しいな楽しいなって思ってるんですよ、うん、あれはどうやったらあんなことができるのかなっていうのはすごい教えてほしい。え、どういうことどういうこと、そのどうやったらカフェじゃないからねこれカフェで雑談してんじゃないからねこれトニーさんさあお便り行きましょう、はい、ましょう。お便りは何ですか今回のテーマは今回のテーマバブリーな話、バブリーな話、はい、私のバブリーな話で視聴者の皆さんからお送りいただいておりましたけれども、うん、その我々はそんなないですよバブリー話みたいな、いや絶対あります。なんか結構こうよく あるんですけどバブリーな話してくださいみたいな、うんうん、あるんですけどそんなだから僕持ってて一個ぐらい、一個一個、アザブさんとはどうですか。アザブもそのまあ買い物で悩んだ時に、うんはい、どれがいいか分かんない時とかに、うん、まあ高い方を選べば、まあ、間違いないかなぐらいの、うん、出てきましたね。感覚がおかしい。安かろう悪かろうみたいな、はい、そういうとまあ高い方選んどけば間違いないみたいな、まあ、そうですね、まあまあ、知識がない時は、うん、まあそう知識がない時は高い方まあまあ高さでは確かに間違いないんでしょうけど、まあうんうん、そこに手が出せるか出せないかが、うん、私たち庶民はね。でもたまに高いハズレあるよね。ありますあります、ね、なんかなんだこれみたいな、はい、高い方を買ったらすごいクオリティ低いの来る時あるよね。ありますあります。それは後悔するよいやなんか通販系とか結構多くないですか、なんかその安い方がいい時 ありますよね、はい、マスカラとかめっちゃ落ちるとかありましたマスカラがめっちゃ落ちるよ、はい、高いの買ったのにめっちゃ落ちるとかありました。なんかないと言ってたけどポロッとなんかあるよ、ね、バブリーな話出てきましたけどもしかしたら、はい、あお話言ってそんぐらいですよ、うん、いやバブリーの水準が違うような気がする、うん、気がする。ちょっと、まあ、お便りをね読みながらちょっと聞いていきましょうか、はいはい、ではお便り YS さんからのお便りです、うんはい。私の父は元ハワイアンミュージシャン、うん、そのご縁もあってハワイのワイキキビーチウォークに別荘を所有しています。バブリーじゃない。バブリーですね。これもうこれはこの上ないぐらいバブリーじゃない、うん、なかなか聞かないですね。ハワイはバブリーですね、うん、ハワイに別荘ですよ。別荘で言えばだからそのハワイほどじゃないですけどだからその僕が持ってるエピソードとしては、うん、その僕がその今鴨川市、千葉県鴨川市の観光大使やってるんですよ。鴨川シーワールド、はい、そこの観光大使やってるんですけどそれになった理由は僕はこう一応お家が不動産業だったんですね、はい、で元不動産業だったっていうか不動産業なんですよ。で僕は生まれた頃だからバブルあったじゃないですか、はい、でそのバブルベイビーだったわけですけども、はい、でそのまあ恩恵を受けてたんで、はい、うちのおばあちゃんが、うん、その俺に砂遊びをさせたいって、はいはい、砂遊びをさせたいっつって鴨川市に鴨川のビーチに別荘を買ったんですよ、うん、だからこれいっぱい砂あるから砂遊びできるだろっつって。あれ砂って近所の公園になかったっけ。 あるよね。たくさんありますね。その砂浜だったら砂が好きなだけあるから砂遊びしなさいって砂遊びのためにで別荘を買ったっていうのから始まってるんですよ。別に鴨川行かなくても稲毛にありますよ砂いっぱい。いやまあ稲毛だとして同じじゃねえかそれは。いや別にそれは稲毛に別荘買っても稲毛だったら日帰りできるじゃない鴨川だったらやっぱ別荘買わないとさその水準はどうやろ別に別荘を買った話がバブリーの話としてこっちは話してるんですよ稲毛に買っても同じなんだそれは。別にお台場にも砂浜ありますからね。お台場に買ったらもっとバブリーだろうよなおバブリーだろうよ日帰りで行けるからお台場だったらそう別荘買わずにってことね。買わずにそこを言ってくれないと。いやそう別荘っていうのがまずバブリーな基準じゃないですか。まずすごいですよ。この話して今まで大体いや近くの公園で終わったやろっていうツッコミは受けましたけど、うん、稲毛海岸とか、うん、そのお台場っていうのは初めて出てきたごめん私のツッコミがずれてた
そこってなりましたけどね、まあ、結構そういうのありますよね。うん、麻布は別荘はないんですけど、うん、まあ東京に来たくて、うん、あ宮崎出身、そうです、そうです、宮崎から高校東京行きたかったので、はいはいはい、うん、まあ、お父さんに家買ってもらいました。東京に。あそうですね、はい、別荘じゃなくてもう本荘じゃないですか。だからお父さんからしたら別荘なんじゃないですか。なるほどね、お父さんは別荘でしょ、うん、そういうことにもなるけど、え家は一軒家を買ってもらったってことですか。マンション一括現金で、一括現金でマンションを購入、はい、すごいですよね。だから、うん、僕も最初麻布さんが面接に来たんですよ、うんうん、そのまんまたたりの面接に来た時に、はい、なんかその家があってみたいな、うん、その家はその家賃とかかかんないんですみたいな、その家があるんで、はいはいはい、あそうなんですかみたいな、うん、でなんかまあそのパパが払ってくれるんでみたいなこと言うから、うん、あなんかパパ活的な、そうなるよね、そういうイメージになっちゃうよね。ちょっとあんま触れないでおこうと思ったら、うん、それ本当のお父さんですかって言ったら、あいやそれ本当のお父さんですっていうのでびっくりした。そのよかった、本当のお父さん、本当のお父さんしかいない、リアルなお父さんですね。麻布っていう名前もちょっとなんか場所的にリッチじゃないですか、うん、でそれは芸名だから関係ない、うん、それは芸名なんですよ、うん、場所はね、そうなんですけど、はい、すごい話ですよ、すごい話聞かれましたよ、うん、なんで家をそんな一括で買えるキャッシュでってことでしょ、おかしくない、いや、おかしい話をしてるんだろ、だから今なんだよこのそのバブリーな話はおかしい話だろ、だいたいその普通の話じゃないだろ、おかしくないって、バブリーの私の思ってたバブリーの範疇をはるかに超えてきてるのよ、キャパオーバーずっとしてますね。だって都内の別荘すごいじゃんって思うじゃん、すごいかで、鴨川の別荘だってさ、うん、別にもう稲毛でいいじゃんって思うじゃん、うわいやだからそれはおかしい、稲毛でいいじゃんそんぐらいのツッコミがさっきのジョジョ園の話の時も欲しかったんだけどねこっちはすげえさらっと俺らが嫌な人になったからねいや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 あのねもうついていけないのよ、だからちょっとバブりすぎて、いや本当に、はい、別に行きますよ僕らも、安楽亭も安楽亭行きますよ、牛角も行きますよ、今度一緒にジョジョ園しか行かないことないでしょ普通に、とても優しい皆様でございますちゃんと乗っかってんだから突っ込んでくださいよ、麻布さんは多分行かないでしょ、もうあんま行かないあんま行かないね本当でした、まあ、でもさっきね麻布さんに安楽亭がって言ったら有限亭じゃなくてですかって言ったらね全然格は違う、ね、牛角、牛角じゃないや、もうジョジョ園のちょっと上ですからね、有限亭っていうと、ね、すごい話がね、いつ呼ぶたびにすごい話が出てきて、次も次も読んじゃってもいいですか、はい、私のバブリーな話、ゆまっちさんから来ております。年に2回温泉旅行に行くことがバブルなお話、旅館をお高めのところにグレープアップさせて贅沢な時間を過ごすのが私のバブリーです。これよ私が求めてたバブリー、うんうんうん、でもだからそれで言ったらその多分僕とかはだからそのもう別荘買ってもらってるんで、うん、その毎年金をかけて行くとかないですよね。だから鴨川にだからその行きましたけどずっと、でもまあバブルも弾けちゃったんで、はいうんうん、だからもうそこからはそんなにバブリーじゃないんで、だから僕はその遊びに行く恒例は鴨川ぐらいですかね。でももう一つ鴨川持ってるよね、うん、だからまあそのでも最初に払うか分割で払うかみたいな話でしょそれは。なるほど、結局いやもう十分もう鴨川の時点で私はバブリーだけどね。はい、まあその当時あれでしたからね。麻布さんとかなんかあります？私は毎年ではなかったんですけど、はいはいはい、まあ、4年に一度オリンピック、オリンピック、はい、毎回行ってました。オリンピックに毎回、オリンピックに毎回行ったの？はい、はい、ビジネスクラスで。ビジネスで、はい、乗ったことない。絶対ビジネスしてない年だけどな、うん、どこ行ったんですか？アトランタとかシドニーとか、あとアテネ。私たちがテレビで見てた場所ですね、うんうん、それは知らないです。そうよねじゃあ日本で、はい、現地で見ないじゃない、海外のね、はい、まあ、はい、そうですね、海外のオリンピックなんてね、東京でやったって、はい、私現地行かないんだからさ、うん、行かないね、見に行けないですよね。人生でオリンピックに行くことはないですね、ないでしょ、うんうん、それ4年に1回欠かさず行ってたと。行ってました。すごいですね、それリアルにすごいね、なんかリアルにっていうかさっきのもリアルにすごいんだけど、その何見たの？野球と陸上と、うんうん、ね、あと何見ましたっけ、結構いろんな競技を
1週間ぐらいは。だってあれ当たんないって言う。そうそう、野球とか陸上とか倍率高いのよ、人気の種目だから。なんで行けちゃうわけ。ペプシー、ペプシー、ペプシコーラが招待してくる。あなたは誰ですか。ペプシコーラは普通招待してくれませんよ。ペプシが、あれか、そのめっちゃ提携してるってこと？ペプシ。あ、そうですね。ペプシと提携してる。お父さんが？お父さんが提携。お父さん誰ですか？いやいや、実はなあんままだそんな言ってなかったです。触ってなかったですけど、はい、アザブさんってお家がその宮崎の最大手パチンコチェーン店の娘なんですよ。うん、はい。なパチンコ屋さんの自販機とかがペプシってこと。ことね、ちょっとさ、100台とか200台とか入ってるからっていうことですか。多分ちょ何台かまでは分かんないんですけど、うん、まあ、当時35店舗ぐらいあったんで、そこのお店全部に何台かペプシが入ってるから、はい、それで、まあ、ペプシもね、いっぱい使ってもらいたいですからね。使ってもらいたいけど、それでオリンピック行けるんだ、すごい。東龍さんも家にペプシいっぱい置いといたら置いときましょうかね。オリンピック行けるかもしれない。私の部屋6畳の6畳の部屋にペプシ何台入りますかね。まあ、6台置けんじゃない。6台まで行ける、ね、1畳に1台ぐらい置けんじゃない。でも6台じゃねえ、連れてってくんないと思うよ。もう分かんない、どんだけ買うかね毎回。 あ、自分で買うしかないじゃん、自分の部屋だったら。そう、いや誰か呼んで、誰か呼んでね。あー、そっか。あ、そう、ちょっともう私の、はい、ちょっと麻布さんは今日ちょっとノーマークだったんですよ。はいはいはい。どっちかというとほらボーカルの2人っていうのがメインでいらっしゃると思ったんですけれども、はい、今日もうトークの流れがさ、はい、あのえなつさんの次に麻布さん来ちゃってるじゃないですか。はいはいはい。ちょっと一旦鏑木さんを挟みましょうよ。ないよ、私の身が持たないのよ。ないよ、バフりすぎて。そんなないよ。カブラギさんもだから、うん、言うてだからバブリーですからね。あるでしょう。だって神社の娘ですよ。そうですよ、神社って。みんなで言う、だから鴨川とかさ、オリンピック行けるとかっていう、うん、なんかそういう何別荘みたいなので言ったら、私は神社が別荘じゃね。いや、本荘だよね。お家はあるんだもん。お家はあるから、じゃあ神社は別荘で、社務所が別荘、社務所で寝ねえだろ。寝泊まりしないだろよ。の建物寝れるよ。バブリーですね。わざわざ寝ないけど、めちゃくちゃバブリーなお話が出てきましたので、はい、2曲目の、お、うん、唐突だな。もう唐突だな。そんな、そんなちょっとね、時間通りにやらないと前回あれ、ね、ちょっと押しちゃったんだよ。振り下手か。きっちりやらないとダメなんでね。行きましょう、行きましょう。そんなトークにぴったりなバブリー革命、バンバンバブル、聞いていただきましょう。大好きこれ。
いただきましたのは、はい、バブリー革命バンバンバブルでした。ありがとうございます。もうこれすごい古い MV っていうか、うんうん、で今これ撮り直す前というかその初期の音源の MV なんですげえ懐かしいなっていう感じを久々に見ました自分で。素敵な MV でしたね。 MV がさすごいもうすでにバブリーよね、うん、なんか金かけて作ってますっていう感じの、うんMV じゃめっちゃ金かけずに作りましたけどね。金かかってないの、うん、もうめっちゃ低予算 MV ですよ、ね、すごいしっかりしてるなと思って、はい、なんかでもいつも演出とか、うんはいはい、なんか広告というか広告宣伝というか、うん、もうすごい金かけてるなと思ってるのよ。そうなんですか。金かけてる風ですよね、うんうん、あれだなんかアドトラックみたいなちっちゃい版みたいなもん。ちっちゃいじゃないですか、うん、ちっちゃいじゃないですか、ね、でもちっちゃいからこそちょっと目立つよね、うんうん、そうなんですよ。だからそのあのいかにお金をかけずに目立つかっていうことを考えてるんで、でもまさに今リスナーさんからも今お便りが来ていて、はいはい、豆乳さんがきっかけでしたジュリアナのたたりさんのステージがとっても楽しくって、はいはいはい、バンド形式はもうとってもかっこいいし、うんうん、ワンマンの時は映像もすごくてまさにエンターテイメントの塊だと、はい、で中毒性のある曲ばっかりで一度聴くとずっと頭の中リピートしてしまうっていうことになったんですけど、はい、豆乳さんにもし曲を作るとしたらどんな曲を作られるんですか。ね、それね、さっきそのお便り僕見たんですよ、うん、で、あすごいいいなと思ったんですけど、うん、なんかギターとか、うん、鍵盤とか今ないじゃないですか、うん、シャッと僕作ろうかなと思ったんですけど、うん、いや、空じゃ作れねえなと思って、うん、弾いといたんですよ、その紙、うん、その紙弾いといたんですよ、さっきこれすごいいいなと思ってぜひ読んでもらいたいな。なんで戻ってきたんだよ、その紙弾いといたんだ、俺はいや、その、うん、一応だからなんか考えようかなと思ったんですけど、はいはい、その急に何にもない状態じゃできないなと思って、うん、なんかそれ期待だけさせちゃうなと思ったんですけど、うんはい、だから今度なんか考えますね、うん、だからじゃあ
クリエイトにはね、うん、次回ゲストで来てもらった時までの宿題にしましょうよ、うん、あ、じゃあそうしましょう、やったー、うん、そうしましょう、皆さん聞きましたこれ、うん、いいアーカイブ残りますからね、次回来た時までね、次回やもう二度と僕は来ないんで、もうやったー、私が考えてあげるじゃん、いやー、嫌じゃないよ、嫌じゃないよ、何よ、そう、今ちょっと言いづらかったどっちに転んでもダメだと思った、確か矢島さんでいいじゃんね、いや、あ、でも矢島、なんでダメなの、あの、江田さんがいい、なんでだよ、次回の宿題にしましょう、やったー、はい、じゃじゃあこの番組もね、続くように頑張らないといけないですね、うん、頑張りましょう、じゃあ最後にバブリーな話もう一つで締めていきたくてと思うんですけど、はいはい、長久命の長介さんからのお便りです、元職場の上司がすごく羽振りが良くてなんだかバブリーな人だと思ってたら私が退職して数年後に横領で捕まってしまいましたっていうお便り、矢島じゃない矢島じゃないそれどういうことどういうこと、いや矢島くんっていうその歯のないメンバー、うん、はい、メンバーですよね、頭と歯がない、頭と髪の毛と歯がないやつがいるんですけど、はい、そいつだからその僕からお金すごい借りて、はい、羽振りよく使って、はい、で返さないっていうのをずっとやって、はい、でまあもうちゃんと僕の言うことを聞いてこれからはちゃんと暮らしなさいっつって、はい、僕はあの今その育ててるんですよ家であ、そうなんですね、豚みたいに言わないでよ育ててるねまあ、矢島くんとかだ昔は羽振り終わったですね、だからその横領してる最中は、はい、それと一緒ですよねもうこれ読み上げた瞬間に矢島じゃんっていうハモってましたからねぜひぜひ次回はお会いしたいなっていうそんなメンバーの豊かな皆さんのお話もたくさん聞けまして、はい、とっても楽しい時間になりましたね、豆乳さん、いや楽しかったけど私もう怖くなっちゃって、はいはい、なんか世の中こんな人がいるんだと思って、うん、浅部さんとりあえずちょっともうちょっと、はい、あの身辺警護気をつけた方がいいと思いますよ帰り道とかちょっと気をつけてもらって本当にいいですね、うん、いやもう本当に貴重な話をね聞けてとても楽しかったです、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、さてさて、あと番組の残りわずかになってまいりました、はい、最後にですねスポンサーコールをさせていただきたいと思います、本日の番組は食べる話すそしてよく笑うそれが私たちの願いです、高知県細川歯科医院そして船舶の安全運航から世界の暮らしを支え多様化するニーズに技術と信頼でお応えするうつきケーキ、こちらの2社でお送りいたしました、ありがとうございます、スポンサー様のおかげで我々生きてます、おかげでございます、そして次回は次回の豆トーク、うん、3月の20日秋分の日にございます、はい、ゲストはアイドルユニットスーパーベイビーズの皆さんです、私会ったことないんですよ、初めてなんですね、楽しみですわ、楽しみですね、うん、トークテーマは出会いと別れのエピソードです、ということで次回もね楽しみですが、はい、またまたきっとね、お会いできたら嬉しいな、ジュリアのたたりの皆様にも、はいはい、よろしくお願いします、そんなジュリアのたたりからちょっとお知らせいいですか、お知らせしてください、はい、我々ですね、今年ですね、9周年を迎えるということですね、3月から、毎月、9周年9円あげちゃう、なんだっけ9円あげちゃう9周年9ヶ月連続9円あげちゃうワンマンライブを開催しますということでですね、これはあの無料ワンマンとかっていう感じ、そう無料ならあるよね、無料を超えてお金がもらえるというワンマンライブをやりますんで、ぜひぜひ毎月、最終木曜日に開催しますんで、ぜひぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします、え、これさ、9円、1円持ってきたらさ、なんかこう、お釣り出すから10円もらえないの、あ、いや、そうしてくれると我々も助かるなと思ってるんですよね、それが一番楽だなと思ってるんですけど、9円もらってもな、まあ、9円のね、なんか考えてます、いろいろ、ちょっと楽しみにして、はい、持ってみんなで遊びに行きましょうね、んうんとか言えよ、これ行きましょうかよ大丈夫だな、これ次来る前にこの番組なくなるわ私そう、あのね、前回よりひどくなってるような気がするわ、本当ですね、でももうまあ、次までにね、またもうちょっと3回目、うん、もうめっちゃ今時間が気になってるから時間めっちゃ気になってるからそう、あのそう、時計が見えない私と時間を気にするアシスタントで、ということでジュリアナの隣の皆さんでした、ありがとうございました、せーの、バブリー、ありがとうございました、